こんにちは、山野さとこです。童謡タイム、今日はトンボのメガネ。メガネ、トンボの目玉がね、メガネみたいに見えるというとても、素敵な作詞ですけれども、この曲は、昭和24年に、NHK の幼児の時間というラジオ番組で、ね発表されたんだそうです。この季節になると秋ね、今ね秋ですけれども、とってもねトンボが、飛んでるのをよく見たりします。皆さんもトンボのメガネ歌ってみてね。じゃあまた。